ステファノ・トラバーリャは、イタリアマルケ州、アスコリピチエの出身の男子プロテニス選手。身長185センチメートル、体重80キログラム。右利き、バックハンドは、両手打ち。ATP ランキング自己最高位は、シングルス60位、ダブルス243位。2014年5月の BNW イタリア国際で、本戦入りし、ATP ツアー本戦デビュー。 初戦で、シモーネ・ボレッキに1から2で敗れた。2014年全米オープンで、グランドスラムで、初めて予選入りしたが、初戦で、ミハルプシシェズニに1から2で敗れた。2014年9月のメクネスチャレンジャーのダブルスで、ハンス・ポドリプニック・カスティーヨと組み、チャレンジャー初優勝を果たした。2017年4月のアブルッツォチャレンジャーで初めて、シングルスで、チャレンジャーに出場。 2017年5月のオストラバチャレンジャーの決勝で、マルコ・チェッキナーと2から1で下し、シングルスでチャレンジャー初優勝を果たした。2017年ウィンブルドン選手権で予選を勝ち抜き、グランドスラム本戦初出場を果たした。1回戦で、アンドレー・ルブレフにフルセットで敗れた。2017年全米オープンの本戦1回戦で、ファビオ・フォニーニを3から1で下し、 グランドスラム本戦初勝利。2回戦はビクトル・トロイツキに0の3で敗れた。2020年全仏オープンでは1回戦でパブロ・アンデ・ハルを2回戦では西コリケをフルセットで破り3回戦進出。3回戦で世界ランク2位のラファエル・ナダルに敗れた。ありがとうございます。